さんこんにちは。今回の記事はキックフライトの魅力的なキャラクターについて2回に分けて紹介していきたいと思います。キックフライトのキャラクターは全部で14キャラおり、それぞれがアタック、スピード、タンク、サポートタイプの4つに分けられていました。まずはアタックタイプから紹介していきたいと思います。ユイエン、大きな特徴は近距離のディスクの発動速度が一番速いという特徴で、スキルの発動を見た後では避けるのが遅いほど、速い発動速度になっていました。アタックタイプの中では体力が高めに設定されており、倒されづらいアタッカーとなっていました。おてんば娘で世間知らずな無邪気さがとても可愛いキャラとなっていました。カイト、このキャラクターは周囲ディスクを得意としており、スピードと攻撃力が高いので、これを生かして確実に敵を仕留めるアタッカーといったキャラでした。とてもクールなキャラで、後に説明する下着とは気の合わないライバルといったような形で、創作されることが多かったようです。ピトフィ、このキャラは、一番攻撃力が高く設定されており、それに加えてほとんどのディスク発動が早めに設定されているキャラでした。しかし代わりにスピードと体力が低く、扱いにくいキャラともなっていました。さまざまな武器を使いこなすかっこよさの反面、猫さながらの、可愛い仕草や反応で人気を集めていました。ヒタギ、このキャラは突進とワープディスクが、一番速いキャラとなっており、これを生かし背後から、敵を倒すことが得意なキャラでありました。アタックタイプの中で一番スピードが速かったので、このキャラから逃げることはかなり困難でありました。京都弁が可愛らしく、ザ・ヤマトナデシコといったキャラで、追加キャラながらも人気を集めていました。次にスピードタイプについて紹介していきます。ツバメ、このキャラクターはこのゲームの主人公的存在でもあり、スピードが高いながらも体力も攻撃力もあるバランス型となっており、とても初心者が使いやすいキャラとなっていました。固有スキルで、ガードディスクを破壊することもでき、相手を倒しながら回収をするというオールマイティな立ち回りでした。アンナ・スターリン、このキャラはスピードに加えて体力が高いので、主に回収キャラとして使われることが多くありました。固有スキルやスペシャルスキルで敵の動きを止められるため、ほとんどのモードでの使用率が高いキャラとなっていました。警察官という立ち位置であり、それに恥じないような拘束力を発揮してくれていました。 J、 このキャラはスピードが一番速く、主にフラッグフライトという競技で使われることが多くありました。攻撃力も高かったので、数秒姿を消せる固有スキルと合わせてアタッカーとして使用されることもありました。設定によると、先ほどした、説明したアンナのことが好きでよくストーカーをしているそうです。次回は残りの7キャラの、タンク・サポートタイプについて紹介していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。この動画が気に入ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。